天才政治家ナンバーワンのニュー今日の大好きな女性国会議員を取り上げていきたいなと思ってます。その中で生稲晃子国会議員を取り上げていきたいなと思います。大好きなので。生年月日が1968年生まれの4月28日となってます。日本の政治家で自民党の参議院議員の方から出て一期なされています。元女優とタレント、歌手、女性アイドルグループ、おにゃんこクラブ等々なさってましたと書いてますね。芸能事務所がプロダクション小木さんのところですね。生い立ちが、世田谷区の方で生まれになってますね。芸能事務所の方のデビューが1984年の第9回ホリプロタレントスカウトキャラバンの方のところで出て、出ておられるとその後1986年3月これでダメなら大学受験に向けた勉強に専念しようと決めて、タッチヒロイン朝倉みなみのイメージガールを選ぶと。その後おにゃんこクラブをオーディションを受けて活躍なされたと。おにゃんこクラブと大学受験と。ソロアイドル時代1988年5月21日麦わらでダンスとうとう出ておられると。女優タレントとしてセミヌードの写真集も出してると。はー、2022年参議院選挙に出て当選なされてると。まあ数々大活躍されてる人生ですけど、自分はまあ地元の方で生稲国会議員をよく見かけるので、自民党の方の集まれるところで結構自分を顔出してるんだ。1年に1回はそのところで井出さんと生稲国会議員の方でよく見かけて、それで拝見してるんですけど、顔立ちもよく、愛想もよく、笑顔も素敵で可愛らしいなと思ってるので、これからも生稲国会議員を応援し、生稲国会議員を殺すな、生稲国会議員に対しては交換するなと言って支えていきたいなと思ってるので、どうかよろしくお願いします。自分の夢は全ての女性が殺されないような中作りたい、全ての女性が交換されないような中作りたい、全ての女性が幸せになれるような中作っていきたいなと思ってるので、一緒になってそういう世の中になるように最善の努力をしていきたいなと思ってるので、どうかよろしくお願いします。